どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエリア774、スノーフラグメント。ちょっとした物語を体験することのできるワールドとなっています。ワールドに入って道なりに進んでいくと、分かれ道があります。分かれ道のうちの左の方に進むと、そこではキャンプをしているメリノちゃんがいます。ユーズして話しかけると、メリノちゃんが話し始めます。テキストは自動で流れますので、お話が終わるまで待ちましょう。話が終わったら焚き火をユーズし、選択肢の灰を選ぶことで夜へと移行します。夜は昼の時よりもちょっと暗めです。何かが出てきそうな雰囲気ですね。この状態で探索をしていると、端の部分にて揺らめく炎があります。炎に近づいてユーズすると、演出が起きた後に石が出現します。石を持ったらトリガーを押し続けてみましょう。そうすることでまた演出が起こります。ちょっと長く、かつ押し続けていないとキャンセルされてしまうのでそこだけ注意です。演出が終わると、別のところへと飛ばされます。こんな感じでちょっとしたギミックを解いて、先に進んでいく不思議なワールドとなっています。途中で迷路っぽいところを進むことになりますが、基本的に一本道なので迷うことはないでしょう。時間にして大体10分もあれば全ての演出が見れるようになっています。途中演出が人によっては怖いところもあるかもですが、びっくり要素などはないので、サクッと探索を行いたい人にはおすすめなワールドとなっています。最後にいるこのセリフもあって、まだまだ何かが続きそうな雰囲気でもあるかも。てな感じでちょっとした物語を体験できるワールドを皆さんもぜひ訪れてみてくださいね。